社塔に建てられた御手倉御手倉とは、神道の祭祀で捧げられ、用いられる、平白の一種で、二本の紙水を炊け、または木のぬさぐしに挟んだものである。平足、平とも言う。通常、紙水は白い紙で作るが、御手倉に取り付ける紙水は白だけでなく五色の紙や金箔、銀箔が用いられることもある。平は朝、白は絹を意味する。両者は、 捧げ物の代表的な事物であることから、本来、平白で、神々への捧げ物の、総称を意味する。平白は、三つる座、礼代とも言う。平白は、講義では、神仙も含むが、競技では神仙に対する特に布類を指す。布類では、麻布が主流なので、主に、平の字が用いられることになる。現物の代わりに、平白料として捧げられる金銭を、 金平という。御手倉とは、神々への捧げ物を意味し、貴重な品を示す、平に損傷の語をつけたものである。捧げ物としての御手倉の中心は、両側に長く折り下げられた部位ではなく、口に挟まれた部分、そのものにある。なお、貨平、四平の平も御手倉の平に由来する。平串を担いだ大工の棟領を先頭に町を練り歩く。 投了送りの様子。平串は上等式の際に飾られる祝い柱で、昔は3メートルほどあった。柱の先端に鏡と日の丸の扇、見みてぐらをつけ、その下に串、手柄、彼女と五色の布を飾ったもので、紙結道具は古代に若い女性を人柱にした奈良足を象徴しているという。日本人は古墳時代の頃から、すなわち、 日本国家の創世紀、神話の時代から、神々に対し、貴重な品々、平白を捧げてきた。それらは、稲、酒、塩、魚などの新鮮のほか、鉄製の武器やノコム、器、玉、鏡、衣類、布類など、その時代の最先端技術を象徴するものでもあった。また、これらの品々は、神々の霊魂が宿るより大、神々の象徴でもあった。 その後、奈良時代後半から平安時代前期にかけて、平白は特に布類を刺すようになる。捧げ方も多様化し、折りたたんだ布を串に挟んで捧げる形式が登場する。この閉鎖式が現代の見てぐらへと繋がっていく。閉鎖式が神々への捧げ物だと示すため、捧げ物本体である平白と共に、神聖性を表現する木の皮の繊維や麻を、 に挟んでで垂らしたのである時代が経つにつれ、平白に布に変わって紙を用いるようにもなる。紙も、また、当時の貴重な品であった。この際も、木綿、麻を垂らしていたが、その代わりに細長く折り下げた紙を両側に垂らす形式も見られるようにもなる。これを紙水と呼ぶ。室町時代から江戸時代にかけて、榊のほか 神前に御手蔵を捧げる形が普及、定着化し、中世以降の御手蔵は、捧げ物本体である、兵士と神聖性を示す。神水とそれらを挟む、兵、櫛からなる構造が、一般的となる。その後、御手蔵の基本的な構造に変わりは見られないが、祭りの度に、兵士、神水部分が新調され、神水を大きく作る形式も広まっていった。木面。 朝と同様に細かった、紙水は徐々に太く大きくなり、挟む位置も上部になる例が多く見られるようになった。やがて、兵士と紙水が一体化した形式も現れることになる。その特徴的な造形から、次第に紙水部分が強調されていき、白紙のほか、染色した紙や金属製の紙水部分を持つ見グラも現れ、紙水の持つ印象は、さらに強くなっていった。 今でこそ、神水こそが、御手倉の象徴として認識されることもあるが、元来の捧げ物としての性格を受け継ぐのは、その中心である、平白部分であり、そこには、各時代における最上の品が用いられていた。こうして、神話の時代から現代まで捧げられ続けているのが、御手倉なのである。その由来から、もともとは神に捧げるものであったが、後に、 社殿の中に立てて、神のよりしろあるいは、ご神体として、あるいは払いぐしのように参拝者に対する、払い具としても用いるようにもなった。なお、長い棒や竹の先端に平足を何本か取り付けた、もののことを、特に、梵天という。神が普及する以前は、柳、鶏床、ぬるで、くるみ、松などの木の肌の一部を薄くそぎ、過剰に縮らせて残し垂らしておく。 飾り棒削り掛けも、見てぐらの古い形の細具として用いられた。削り花、保水、総水とも、アイヌにも、同様のイナウがある。建築用語集匠ホーム大電町を五福店、広重、名所江戸百景巡り、東京シティガイド、江戸百景グループハット ABC、工事園第五半、岩波書店、1998年。骨董バンク。 デジタル大事船小学館1998年 AB マイペディア平凡社1997年ありがとうございます